グラース銃は19世紀フランスのボルトアクションライフルである。フランス陸軍によって使用されたグラース銃はバジーレグラース大佐によってシャスポー銃を金属製カートリッジに適合させたものだった。このライフルは合計1 1トル重量2 5ム黒色火薬を充填したセンターファイアカートリッジを使用した。それは強力な兵器だったが、 装填後に一発の弾丸しか撃てなかった。また、モデル1874、グラースとして知られている三角形の銃剣が付属した。シャスポー銃からの改良点としては、同銃が激震のコッキングをボルト解放前に親指で撃鉄を引くことで手動で行う必要があったのに対して、グラース銃はボルトの引き起こしと同時にコッキングが完了する。 コックオンオープニング方式を採用したことであった。コッキングピースを直接引く機能は残されてはいたが、この改良により即射時の操作性が向上した。グラース銃は単発銃であったため、1886年から8、連発のルベル M1886 ライフルに置き換えられていった。それまでに約40万丁のグラース銃が主にサンティティエンヌ造兵賞によって製造された。 金属製カートリッジのグラース銃は1866年にボクサー大佐によって設計された金属製カートリッジおよび1870年にイギリスで開発されたマルティニ・ヘンリー銃に対応して開発された。それらはすぐにドイツ人によって971として見習われた。ギリシャ陸軍は1877年にグラース銃を採用した。そして、 それは全ての紛争で第二次世界大戦まで使用された。それはオスマン帝国に対する様々な反乱からドイツ人に対する抵抗まで伝説的な地位を得てゲリラ兵のお気に入りの兵器となった。グラース銃の名称は言語に取り入れられた。グレーズは20世紀前半に全てのライフルに交互的に適用された用語だった。日本では グラース銃を原型にして13年式村田単発銃が開発された。村田銃は日本が最初に国産化した近代的軍用ライフルだった。ありがとうございます。